G3 マスターズリーグ準優勝戦で、あの西島義則選手がフライングを切ってしまいました。準優勝戦を見ていただく前に、西島選手がいかに好仕上がりだったのか、直前のレースからご覧いただきます。6号艇の西島義則、内のコースを取りに行きます。1号艇井川大作枠を主張します。競争水面上第8レースの一般戦です。スタート展示と同じく6号艇の西島義則2コースです。人気を集めた6号艇の西島、本番レースは3対3です。進入インから1番6番8番ダッシュ、3番4番5番です。スタートしました。ダッシュ勢いいスタートを切りました。3号艇の塩崎、そして4号艇の藤本、5号艇の中村、1号艇の井川逃げる、6号艇の西島まくりに行って内から2号艇の塩田、4号艇藤本、5号艇中村、バックストレッチ、6号艇西島抜けて先頭、4号艇の藤本、5号艇中村、外では3番4番5番です。西島まくりに行って内から2号艇の塩田、4号艇藤本、5号艇中村。前付けの後豪快なまくりを見せた西島選手、準優1号艇に大きな期待がかかったわけですが、とても悔やまれる結果になってしまいました。6号艇の亀本勇気、回り込んできて内のコース取りに来ます。G3 マスターズリーグ第3戦第6回札幌ビルカップシリーズ5日目、迎えるカードは3つ目の準優第12レース。スタート展示では6号艇亀本スローの4コース、並びは1番2番3番6番ダッシュ4番5番4対2と分かれていました。対戦メンバーは1号艇西島義則、2号艇鈴木博士、3号艇藤本義文、4号艇山室信弘、5号艇森明光、6号艇亀本勇気、以上の6選手から争います。インコース1号艇の西島義則です。人気集めています。隣2コースには2号艇鈴木博士、5コース角4号艇の山室信弘、大外6コース5号艇森明光、スタート展示と同じ並び体型の4対2と分かれました。進入インコースから1番8番3番6番ダッシュ4番5番です。スタートしました。1号艇西島のタイミング早かったが、1号艇西島スタート判定中です。お手持ちの投票券大切にお持ちください。バックストレッチ1号艇西島先頭ですが、ただいまのスタートは判定中です。ダッシュ4番5番です。ただいまのスタート判定中、1周に枠から直線コース、ここでお知らせがあります。1号艇西島はフライング変換欠場です。1号艇西島に関する投票権すべて変換払い戻し、亀本先頭でゴリ、5番の森、3番藤本。